それ分からないですよ、その点数だって相性だけで3割4割変わんないですからね。そうですね、本当に一番最後の段階、うん、志望校 のレベルまでルート終わって、うん、がっつり過去問解いていって、その中で武田塾チャンネル。新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、これからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、天海先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、過去問の分析の仕方が分かりません。はい、見ても、まだ全くやってないところが多くて、どの大学の方が自分が相性がいいとか分からないですと、うんうん、どうやって過去問の分析をすればいいですかと。なるほど、いうことです。うん、うん、いやというか、そのまずこの質問してくれた方が全くやってないところが多すぎるっていう時点で、多分過去問挑める状況じゃないんじゃないかって気がするんですよ。そうですよね。なので、うん、こう解こうとして過去問に取り組んでいくっていうよりも、こうどういう問題が出るとか、記述があるのかどうかとか、うんうん、題目がいくつあって時間どれぐらいこうかかるのかとか、うん、そういう、まあ、大雑把なところをまずは見てほしいっていうところですかね。これは過去問、まあ、先日大学の歩き方、大学受験の歩き方の中で過去問の解き方の動画でも話したんですけど、はい、宮田さんと一緒のやつですかね、はい、最低限、まあ、基礎のレベルっていうのが一通り今終わってんのかどうかっていうのはまず重要だと思うんですよ。それは終わってないで、はい、その過去問を見てその分析しようと思ったらそれできないじゃないですか、解けないんだから全く。そうですよね、何書いてるのか分かんないですよね、はい、だからまずその過去問の分析が今できる状況なのかどうかを考えた方がいいと思うんですよ。なるほど、はい、過去問の分析がそもそも今やるべきことなのかどうかということですかね。それ以前に基礎が終わってない、仕上がってないって状況なら基礎をやった上で分析に入るべきだとは思うし、なるほどなるほど、仮に分析するとしても今の時点ではさっきその天海先生が言ったような、はい、作文出るのとか記述なのとかマークなのみたいな、はい、時間何分なのとかそういうレベルしかまだ分かんないと思うんですよね、うんうん、はい、でそのどちらの大学の方が相性がいいとかって、ね、それは分からないですよ。その点数だって相性だけで3割4割変わんないですからね。そうですね、本当に一番最後の段階、うん、志望校 のレベルまでルート終わって、うん、がっつり過去問解いていって、その中でこの大学はちょこっと自分には厳しいかなとか、この大学取りやすいかなとか、はい、そういう風な段階になって初めて出てくるものですかね。そうですね、まあ、要はボスに、ね、一発でやられる状況だと何されても対策のしようがないじゃないですか。あ、確かに、まあ、そんな状況だというふうに考えた方がいいかなって感じですかね。なので今の時点だと多分そのまだ分析ができる状況じゃないよと、うん、だから今の現在の実力をちゃんと、冷静に判断して、少なくとも過去問見て解けるまではいかなくても、ある程度分かるところまで実力は持っていかないとっていう話ですかね、うんうん、今レベルを上げる時期ってところですかね。そうですね、はい、ひたすら作業ですかね。そうですね、作業って言っちゃったのか。過去問の分析はある程度やっぱり力がいるんで、うん、なので、はい、まずその力をつけることを優先してやってくれればと思いますね。はい、わかりました、はい、では今回の質問は以上です。はい、大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページ、こちらから、7月中、こちらでですね、早慶、G マーチ、カンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立、こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております、最寄りの校舎でですね、ぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。